一つは今治タオルのリブランディングのプロジェクトです。実は約30年前ぐらいまではたくさんタオルをマーケットの中で売ってまして日本でも有数のタオル産地として活躍をしていました。その後中国やベトナム他のですね、他の海外からのタオルが大量に入ってきて今治は 一気にダメになってしまいまして、600社ぐらいあったタオルメーカーのうち、なんと、500社ぐらいが倒産してしまい、今では100社のみが生き残っているような状況です。このようなタオル産地の消滅というのは実は世界中で起きていまして、例えばアメリカのノースキャロライナ州にタオルの産地がありましたが、南米、パキスタンからの輸入タオルによって、産地は跡片もなく消滅してしまいました。 え、まあ、こういうことっていうのはどんどん起きていくんですけども、そこに対して何もソリューションを打たないというのは、打たないままではもう完全にタオル産地を消滅してしまいますので、最初にですね、僕が、えっと、まずタオル組合の方々にいろいろヒアリングをして聞いたところ、まずその、今治タオルっていうのは、どこで買えるんですかという話を聞きました。そうすると、今治タオルは日本中のあらゆるところで売ってますと。 いうふうふな答えがありましたでそこでじゃあ例えばタオルを買う人はどうやってそれを今治タオルと識別しているんですかというふうに、えー、尋ねたら、えー、それは、えー、誰もわからないですというふうに最終言われましたで僕はびっくりしてその今治さんだということはタグもないし表記もされてないと、まあ、それでは当然今治タオルということが伝わらないので、えー、まず一番根本的なところに 問題があるんだなということに気づきましたこれが今治タオルのブランドムービーなんですけれどもまず見てください 今見ていただいたブランドムービーは復活した後に作った今治で今や今治はもう日本の有数な有数なというかもうタオルといえば今治というほど有名なタオルのブランドになりましたこれをですねどういうブランドの戦略で作っていったかというのをお話ししたいと思いますまずですねマスターブランド戦略という戦略を取りましたというのは今治というのは産地なので A 社、B 社、C 社、D 社と100近くのタオルメーカーが集まっているんです。で、今までは今治全体でプロモーションというかコミュニケーションというのは行っていなくて A 社や B 社や C 社がバラバラにおのおのでプロモーションやコミュニケーションを行っていました。それでは一つの会社が行っていくコミュニケーションの量というのは少ないのでそれをまとめて 全部で一つの今治タオルジャパンという地域ブランドを戦略的に作って、で100、100社が集まってブランド戦略をやるということが、このブランド戦略の肝になっています。で、まず大きな戦略の考え方は、そのマスターブランド戦略を取ったということですね。で次に、ブランドコンセプトなんですけれども、 当たり前なの、当たり前だというふうに今治の人には実は言われたんですけども、安心、安全、そしてメイドインジャパンのジャパンクオリティということをブランドコンセプトにしました。今治の人たちは毎日タオルを作っていて、すごく自分たちのタオル作りに自信を持っていたので、安全や安心というものがブランドコンセプトになるというのは思っていなかったんですけども、外側の僕側から見たら、 タオルというのは実は食品の次にこう口に入るものの次にですね、毎日体の肌や顔、そういうものに触れているものなんですね。その時に非常にその例えば作っているものがあの体に有害なものはないのかとか、これを使い続けて本当に肌に何かトラブルがないかとか、ものすごく実はそういうことが大切なものだと思っています。なので、 食品と同じように安心や安全というものが最も大事なんだと。そしてそれを支えているのは日本の生産技術、ジャパンクオリティというものがそれを支えているという、そういうものをブランドのコンセプトにしました。で、いくつかその安心安全高品質のブランドを作っていく上で、ブランドの施策というのを えー、いくつか考えてます。その代表的なものを、えー、紹介したいと思います、えー。まずブランドのロゴですね。先ほど言いましたように、僕がブランディングを手掛ける以前は今治タオルのロゴはありませんでした。で、えー、っとタオルにも書いてもなかったので、誰も今治タオルだということが、えー、認識できない状態でした。ロゴというのが、その今治タオルを知るきっかけになる非常に重要なものです。 なので、まずはロゴをデザインしようということになり、このロゴをデザインしました。これはですね、タグを前提に考えているんですけれども、タオルにつくちっちゃいタグをイメージして作っています。実は、これは今、今治の瀬戸内海の美しい海の、海から朝日が上がっている写真なんですけれども、 こういうことをロゴのコンセプトにして考えています。というのは、今治というのは四国の非常に温暖な気候のところに位置している土地なんですね。今治のタオルの、タオル,がくタオル作りが有名だというのも、その実は温暖な気候、タオル,タオル作りに非常に向いている暖かい温暖な気候と、あと水がすごくきれいなんですね。 で、水が軟水で、えー、タオル作りにとても向いているということで、えー、今治のタオルも結局自然の恩恵からそのタオルができているということですで。それを表現しようと思い、海から出てくる朝日、この海から朝日が出てる今治の風景そのものを描写したロゴになっています。えー、そして、えー、まずその美しい自然と、あと、 ライジングサンということで産地の復活という意味を込めたのと、最後にこれは今治の小文字の愛にもなっているという、まあ、そういうところからこのロゴを作りました。このようにタグとして、すべてのタオルにあ、今治の試験をですね、通って認定されたタオルにはこのタオル、ロゴが保証のマークとしてついていくというようなことを考えました。 えー、このロゴは、えー、ブランド戦略によいてとても重要なものです次なんですけれども、えー、ホワイトタオル、えー、白いタオルをキープロダクトにしようということを考えました実は今治の組合の方々と話していくと今治は非常にこう技術的にも優れていた産地なのでその織りの技術というものが非常に優れているということをお話を聞いたんですけれども僕はその織りで織柄で 例えば細か、例えば細かい柄ができるとか、こんな絵が再現できるとか、そういうことではなく、真っ白なタオルを、まず社会にキープロダクトとして打ち出していくべきだということをお話ししました。というのはその安心安全高品質というものを、えー、訴えていく上では、えー、白という、えー、一番、こう、えー、穢れのない、純白なものというもので、をタオルの、 今までのアイコンにするべきだというふうに思いいましたというのは例えば水の良さじゃあお米の良さをえ実際に品質の良さを伝えたい時に突然コーヒーやえーウーロン茶にしてしまったらその水の良さというのは分からなくなってしまいます例えば白いご飯の本当の美味しさを比べる時にえカレーをかけてしまったら真白のご飯は わかり、わかりにくくなってしまいます。なので、その素の状態で比べてもらうということが非常に重要なので、真っ白のタオルをキープロダクトにするという戦略を取りました。これはすごくこの写真を見ただけで、安心安全高品質のジャパンクオリティということが伝わってくると思います。えっ、ー、と、これはですね、ブランド戦略の時にお願いしたんですけども、100社近くあるところに、真っ白いタオルを各社作ってくださいというお願いをして、各社の一番 ししの白いいタオルを作ってたただきましたそうするとこの写真だとちょっとわかりにくいんですけども実際見てみるといろんな素材や折り方近くによると微妙な白の違いがあってものすごく美しい白のグラデーションになっていてその真っ白いタオルを全部展示するだけでもその今治のブランドというものが伝わってくるようなことになっています 白だけのタオルのお店というのもすごくもうこういうディスプレイもしているんですけども圧巻な店になっています海外でですねこういうフィンランドやイタリアやいろんなロンドンなどでも展示会をやったんですけども非常に欧米の方々にも受けが良かったですで次の白いタオルの次の施策として、えー、っと5秒ルールというものを作っています、えー、今まで のタオルのあの実はタグをつけるにはすごく、えー、厳しい試験を通らないと今治タオルとして認められないという組合でそのルールを決めています。で、その中で、えー、とその品質を、えー、社会にコミュニケーションする上で5秒ルールというものを一番際立たせてコミュニケーションしていくということ,ことを考えました。映像を見てください。はい。えっ、ー、と、今映像にあったようにですね、えー、本当にその 5秒以内にタオルのタオルが沈まないと今治タオルだというふうに、えー、認定されないんですねで今治タオルはもう水に落ちた瞬間にスーッとこうだからものすごく吸水性がいいということが、えー、伝わるというそれがビジュアライズされている試験を一つ取り出してこれをいろんなところでこう見せていき今治の品質へのこだわりをアピールしました、えー、また次の施策なんですけどもタオルソムリエという施策を考えています これはですね、今治の、今治タオル組合が、例えば流通の百貨店や、今治いろんなタオルショップの方々が、そのタオルの、ワインのソムリエのようにですね、タオルの知識を勉強して、毎回試験があります。その厳しい試験を通った人にタオルソムリエという認定をして、バッジを与え、実際にその資格のある人が売り場で、 タオルのセールスをするという、えー、試験制度、資、え、格、ー、制度ですね、資格制度を作ったりしました。そういうものもブランド戦略の一つです。で、その上げた方には、えー、このタオル地でできたカバーがついた症状を上げたり、金色のタオルソムリエのバッジをつ、えー、けたりですね、えー、そうやって、資、え、格、ー、自体もブランディングしていくというやり方です。で、また、 タオル好きの芸能人や有名な方々に名誉タオルソムリエになってもらいいろんなところで今治タオルを発信してもらうというような施策もやっています一つこれは中野明美さんという日本で非常に有名なヘアメイクアップアーティスト安室奈美恵さんのヘアメイクなんかもやってた方々なんですけどもその中野さんがとってもタオルが好きで、まあ、ヘアメイクなんでものすごく詳しいんですねで彼女にも え名誉タオルソムリエになっていただき中尾中野明美ディレクションのプロデュースのコラボレーションタオルを発売したりそんなような戦略をしていますもう一つタオルマイスター制度という施策もブランド戦略の中に組み込みました今治でのですねその各社にいろいろな匠の技術匠の技術を持っている技術者がいますしかし年をとって定年をしてしまうと すごいたくさん技術を持って、ノウハウを持っているのに、そのままただ辞められてしまうのは非常にもったいないということで、組合からタオルマイスターという称号を与え、自分の会社だけじゃなくて、もっと今まで全体にその技術の指導をしていただくという、まあその巧みをですね、ちゃんとブランドの資産として捉えた、人材を一つの資産として捉えた戦略を行っています。例えばこの人は、 すごい、豊田さんという技術者で、この人も名誉タ,タオルマイスターになっていただき、今まで全体に指導をしていただいたりしています。タオルマイスターの賞、えー、状やバッジ、えー、非常にそのリスペクトがあるようなものを作って、タオルマイスターとして活動を、えー、していただいています。えー、また次は、えー、先ほど、えー、スペシャルブランディングといって空間がブランディングの非常にキーになるというお話をしましたけれども、 え、今治でも今治の本店にフラグシップショップを作って、これはですね、コンセプトをファクトリー・オブ・今治タオルという、まあ今治の産地なので、この実は今、正面に映ってる赤、白、青のトリコロールのこう糸は、通字糸といってタオル食器のがこういう糸でできてる、糸がかかってるんですね。その食器をイメージした、えー、ファクトリーをイメージした、えー、インテリアにし、 フラグシップショップを作っています、はい、非常に美しい、えー、品質感のあるフラグシップショップがブランド価値を高めていますまたそこにですね、えー、今,治タオル今治タオルラボというものをフラグシップショップのすぐ目の前に併設しましてこれが実際のタオル食器でですねでここでタオルを毎日折っていていですね えっと、見に来たお客様たちにタオルというのはこうやっておられるんだよということを実験し、ここでおられたタオルも実際に今治タオルとして売られています。今治タオルはですね、奇跡の復活という、今治タオル奇跡の復活、岸死回生のブランド戦略という本が、書籍が出たんですけども、僕がやったプロジェクトの中でも、非常にえ難しい課題の 本当にこれは成功するんだろうかというふうに最初受けるときに本当に不安になったぐらい難しい仕事でした。しかし、その一丸となってですね、そのブランド戦略のコンセプトを守り、きちっとですね、戦略を立てていくことで、もう消滅しかかってたタオル産地が、なんとブランド戦略の3年目ぐらいからこう実際に売り上げの数字も上がってですね、 今治はですね、最初僕が始めた十何年前は確かにタオルと造船ぐらいしかあまり外に自慢できるものがあまりなかったんですけれども僕がタオルをやった後ぐらいからサイクリングの聖地になったり、えー、元日本代表のサッカーの監督の岡田監督が FC 今治というチームを持ったりバリーさんというキャラクターが出てきたりとですね、えー、突然いろいろですねいろいろこう今治が 盛り上がってくるコンテンツが出てきました。それを横で見ていて、これをもっと繋げていっぺんにコミュニケーションしたらいいのではないかということで、この II アイアイ今治というシビックプライドキャンペーンをやりましょうという提案をして、それのディレクションもやらせていただいています。そしてまあ、これが今、サイクルセンターとかを駅前に作ったりしたんですけれども、もう東京に出ていってしまうと言ってど、んどんどんどん人口が出ていったのがですね、まあいろいろ この今ゴールデンウィークというかまあ休みの日なんかにはこのものすごいたくさん人が今治に来るようになってその出ていった子どもたちも戻ってきたというようなそういう非常に活気を取り戻したえシビックプライドの事例となっています一つのタオルというところから始まりえ街全体までをもうこうクリエイティブの力で活気を取り戻していくという 非常に稀有な事例となっていますえー、今治タオルの事例でした。